どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリインボーク、駆逐黒岩岩を駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。捜査官統一パーティーですね。で、敵は炎タイプなんで、今回水属性のこのフェスゲン調査部隊、ムツキトールと、久々に登場しました黒い死神佐々木廃生を軸に、戦っていきたいと思います。ムツキの後ろには、はい、誕生日のムツキですね。こいつで、まあ、敵じゃない味方の防御力を上げて持続回復かな、をつけて、武器対窮地もしっかり回復していくと、相手が何するか分かんないんですけど、重造がですね、スキルで敵こっちのね、俺の前衛のやつらを全員武器耐久値マイナス10するみたいなのやってきてたんで、前回一応武器耐久値回復できるこの誕生日ムツキですね、オークションムツキを連れてきました。かなり優秀なサポーターです。では行きましょう。倒しのに骨が折れそうだ。とりあえずムツキで回避率を上げたいですね。まあ打ってもいいんだけど、ムツキがどれぐらいちょっと下げたか見ていきますね。武器耐久値を7ですね。であいつが今12持ってるんだよな。まあこれは全然打っても構わないとは思う、なんで打ちます。ブレイクするのは有馬でブレイクしたいね。やれるかな。OK、 じゃあとりあえず有馬がブレイクするように回していこうか。これあれかな、銃だよね。今一マス減るのは銃だよね。 OKOKOK 銃だね。んで排泄を打っていこうか。でアリまでブレイクして全員にバフがかかります。アリマ打ちます。でアリマのスキルで全員にバフかかります。でこれでブレイクバーストとアリマのスキルのバフがかかった状態ですね。で死神排泄のスキルを打っていく。駆逐でお願いします。ザン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 。でも待って、死神廃生ってめちゃくちゃまだ火力出るんだね。これ特攻かかってないけど、こう今58万、まあ大体60万ぐらい出たのか。全然火力出ますなこれで。ムツキを覚醒させていきたい。いいね、この捜査官のエフェクツがすごく綺麗じゃん。青い閃光みたいな。でとりあえず後ろにいる誕生日ムツキ出して、この2人に持続回復をかけていきます。防御力も2倍だね。でまたムツキ出してカグネを出していきますか。ムツキはカグネ出してるのか。スキル打っていこうか。ムツキは自分で回避率上げてるんで、まあ避けてくれるだろう。防御力上がってなくても避けてくれると俺は信じてる。イエス、素晴らしい火力だ。武器耐久値回復してこなかったぞ。ブレイクバースト発動できないじゃないか。じゃあこれ、あそうか、死神ってまず自分でも上がってるんだね。そういえばこいつも自分に回避率上げる。ただムツキはスキル1でこの前衛全員に今回避率アップ上げてる。これどうなるんだ。重複してるよね。ムツキ待って、これ単発54万ぐらい出てる。やっぱ強すぎ。56万。ってことは有馬のブレイクバースト、これ今普通にあれだね、単発今150万ぐらい出てるね、スキル打った時。有馬のブレイクバースト味方全体が発動してるとどれぐらい出てるんだろう。多分1ターン目ちょっと見てなかったから分かんないけど、結構出てたんだろうね。相手武器耐久値回復してこなかったから、一旦ここシフト温存で。各者のカグネを使ってるだけある。 OK、 回復したね。じゃあここはまた有馬さんにブレイクしてほしいから、たまるよねこれ。たまってほしいところではあるんだけど、削るか。ここで OK。 で最後有馬でブレイクしたんで、ギリギリまで削って、で有馬で最後ブレイクしていく。ブレイク
OK。 これでバフかかってるね、全員に一通り。今かけれるだけのバフは。死神は57万ぐらいスキル一発出す。これ10連ダメージだっけな、2倍の自分の攻撃力、2倍の10連ダメージだっけ。ムツキ単発今何本出た、190万出てなかった、180万これ出てる、もしかして。有馬さん撃って、これしばらくこいつをさ、あのフクロウ有馬に覚醒させてないからいつかやりてんだよな。ただこいつの持ってるブレイクバーストは強力すぎて、なかなかねその機会が訪れないっちゃ訪れないんだけど。あ、やべ、しくった。一応またムツキ出して援護します。3ターンの間、もしかしてこのターン切れる、これもしかしてこのターン切れちゃったりする。ザン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 、 OK、 いい火力ね。今1億7000万ぐらい。お、ムツキのカグネもこのターン切れるのか。そういえばまた回避率を上げていくか。じゃあちょっと待ってね、1個目のスキル2ターンの間か。味方勢の回避 30% アップ。これまたあれだね、かけなきゃいけないね。1個目のスキルをかけて武器耐久値もしっかりと削っていって OK。 今何歩削れるんだろう。これであと19回攻撃できるから最大限生かしていきたい。 OK。 でこれで有馬で最後ブレイクして、で死神で削っていく。 OK。 これでまたみんなに回避のバフがかかったんで、またムツキのカグネを発動させるとこから始めていこう。これ望み通りか。これあれだね、もう次有馬さんをちょっと覚醒させてみようか。久しぶりに。次って言ってもあと2ターンしかないんだけど、もう今バフかけたから3ターン味方に攻撃バフやな。有馬さんね、覚醒しちゃうと味方への攻撃力バフ、あれあったっけなかったっけ、ちょっと忘れちゃった。自分へのは多分あると思うんだよな。とりあえずこれで、あ、やべえ、こいつ待って、まずいんじゃないこれ。暴走新たになりやがった。麻痺か、麻痺か、うわやばい。これムツキ避けてくれ、避けろ、よし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 。麻痺か、なるほどね。ムツキ死にかけなんだよな。でも麻痺は食らってないね。じゃあとりあえず、また、あ、これどう立ち回ろうかな。有馬覚醒させたいしブレイクもさせたいんだよな。とりあえずまたムツキをやる。どうするべきだ。ムツキにとりあえずスキル回してみるか。これで今あいつが武器耐久値が9だから、9だからこれで 7ぐらい減るでしょ。7で周りまでブレイクさせて、まあいっか、やるか。ありまでブレイクさせることは変わらない。とりあえず、とりあえず打って、ちょうどよくブレイクさせたいんだよな。でこれで有馬の攻撃、あ、ブレイクするわ。 OKOKOK、 ブレイクして OK、 死神で削って駆逐でお願いします。さあ久しぶりに有馬さんを覚醒させていきますか。使うのはお前が初めてだ。 OK。これあれだっけ、有馬は
ヒルゲージ増加量が2倍になってるんだっけ今。かっこいい。つく長いんだよな、ね、やっぱフクロウな。長すぎる。時間を稼ぎます。最終ターンも生き延びたいんだけど俺は。さあスキル打つぞ。有馬の使うのはお前が初めてだ。ぐるぐるぐる。んで、またムツキやって、ちゃっかりと回復打って、武器耐久値回復して自動回復してディフェンスもアップ。んでまたムツキで殴っていく。俺ウリのあれ上げてないんだけど、熟練度ちょっとウリ出してみようか。俺がやる。あ、初めてか俺。そういや銀杭ウリ使うの。あー、たまんなかった。ギリギリたまんなかったんだよな。あ、待って、そういやウリにバフかかってないからあれか、死ぬかもな。でけえ一発来たら飛ぶかもな、ウリ。あ、ムツキが飛んじゃったか。あいつすごいな、フリー属性なのにムツキ飛ばしやがった。まあムツキには防御力倍とあれかかってないからね、持続回復フェスゲームツキには。はい、ということで、ダメージどれぐらい出たんだろうな。最後の方ちょっと遊んじゃったから突き詰めてはないんだけど、3億ですね、とりあえず。まあムツキはほとんど出してくれました。やっぱこいつ強いね、フェスゲンのムツキが強すぎる、本当に。はい、というわけでもう桁違いなんだよな。うん、というわけでお疲れ様でした。なんかまあ捜査官統一ってやったんですけど、結局フェスゲンの、調査部隊ムツキが強すぎるというような内容の動画でしたね。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。